たびに晴れたリズム俺のハートをわしづかみ1、2、3、4、5、6ミリ天国小僧ロッープに染み渡るロッカビリー洒落たファッション俺のハートはわしづかみ1、2、3、4、5、6ミリ天国エルヴィス・バリーにジン・エリーブライアン・カールにビル・ビリーサンサンみんなでロッカビル・ブーブーハバッピン・ジャイビン・スラッピン・グローピン・スタイル脳天直撃キラキラロッカビリー生かしたカルチャー俺のハートはわしづかみ1、2、3、4、5、6ミリ天国 All right, let's go! こじんまにしてる今日だからこじんまにだよビリーモノカーの6ミリ天国どうもそのね金曜日のですねゴールデンタイムの素敵な報道番組今日はですね梅雨空を吹き飛ばすような素敵なニュースを皆様にお伝えしたいと思っております。前回に引き続いても素敵なゲストもお招きしておりますけれども、まずはもうすでに名前出てます名前出てますけどまずは自己紹介、ね、はい、じゃあ監督から、はい、両目が見えるようになりました。イエーイ。開眼した男、はい、もう20年見えますよこれで。くっきり、はい、くっきり、もう服の中身までつけちゃう。投資。イエーイ。はいよ。まずは監督でーす、はい。そして今日はもう本当になんでこの男が俺の隣みたいなことで、はい、お願いします。エロ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 ビスです。よろしく。ね。エロちゃん。エロちゃん。エロちゃんいつも、まああのね、原宿ジャックスで店終わってからジャック来るから遅刻してます。あのもう番組終わる寸前にやってきてそうなんですよ。プレゼントだけ提供して帰る。そうなんですよ。もうやだ。もうやだ。今日はちゃんとねアルバイト雇って、はい、あの今日ちゃんといるんですよ。アルバイト雇えるほどのお金がある。うわお金持ちガッポガッポのサトミーあどうもバイトしませんか。そして続きましては今度はですね、はい、日本が世界に誇る、うん、半ズボン男イエーイ日本的に似合う。まさかの半ズボンドアップだぜすげえ夏男だね。ど真ん中、うん、あの6日で誕生日迎えて36歳になりました。マジっすか。いやーうまそう。天崎弘明でございます。イエーイ。今日も素晴らしい誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。ちょっと待って、レンちゃん、あれ取ってくれる？せんべい、俺隠してるから当たり前だよ。大事な方でやったハッピーバースデー。それ待って、あとやばい。ちょっと今ね、やったハッピーありがとう。レッツタイムはい、はい、やめずからおめでとう、やめちゃん。何それ、あなた何それ。イエーイ。お菓子、ありがとう。お菓子盛り合わせ。ありがとう。こんなのないよ普通。90% だよ。99%。ちょっと待ってこれネクタイが油になっちゃう。やだな。食べる食べるから。イエーイ。ということで山ちゃんでーす。66歳。はい、山ちゃん。ビリーモノカー。座右の銘書がエロファミリー。今日は早く帰りますよ。ビビビビビビ。そして今日のスペシャルゲストは。はい。皆さんこんばんは。デッドスペースのほのかでーす。ほのちゃん。ユースケでーす。ユースケさん、ごめんね、拍手でかぶってて、うるせえから。ユースケさん、これ邪魔なんだけど、もちろん。ということで、ね、グッと皆さんどうですか、最近、梅雨空、ロカビリーに見える梅雨空。あ、急に来た？うん、来たよ、当たり前でしょ。それもね、関東甲信越から梅雨入った。普通、九州から来るんだよね、珍しいね。九州からこう入ってくるんだけど。うんうん、今の分かってくれた？こっちから行ったんだよ、画面こう分かるように。ほら反対から九州からね、西の方からね。あ、日本中がこうやってなってる。イエーイ、ね、
あの見える人でこうね、分かりましたね、北海道こうでね、入れ入れといていいですか、ね、南から来るじゃん、南から、お天気お兄さん、ね、僕のあの、ね、お天気の不思議な出来事の話していいですか、はい、お願いします、13日の金曜日言えなかったんですけど、あ、思い出したの、いやーすげえ時差だと思うね、じゃあ1ヶ月ずれが、ちょっとほら、はいよ、名古屋のホテルがどうのこうのって言うね、そうね、どういうことは言わないけど、ね、もういいよ、余計なこと言わなくていいよ、あなたの話だけしなさい、そうそう、あのね、浅草ロマンスってグループやったときに、メンバー2人と泊まったんですよ、はい、そしたらメンバー飲み行って、で僕が1人で待ってたら、あのドドドドドンって叩くわけですよ、え、ちょっと似てる、いつ時間は何時頃足に続き午前2時、まあ、それ近いわけです、マジそう、なんだよ、ね、本当かよ、同じねえじゃねえ、鍵開いてるよって言ったら帰ってこないんですよ、いなかったんですよ、それで、うん、誰もいなくて、でも僕は別にビビんないで、あーって待ってたらね、今度電話が鳴ったんですよ、ブーブーってその時山ちゃん寝てんの、寝てるって起きてる、起きてる、うん、であれと思ったけど、ああのメンバーかと思って待ってたわけですよ、そしたら違う、それで、で来たんですよ、電話したって言ったら2人の電話がマナーモードでブーブーってなって、誰からも来てないって、すごいで、芝居にね、窓ね、窓ですよ、ドロドロドロって叩くんですよ、誰かが外で、これもうやばいから窓の方見んのやめようぜ、それ何回話に、それね、多分ね、5、6回ですね、お、やばい、おそれでね、それで、あ、風で、ほらよく垂れ幕があって風で窓にドンドンドンとぶつかってんだと思って、それ忘れて次のチェックアウトして次外見たら何もなかったですね、ってことはやっぱいたんですね、あれ同じ例じゃないの、俺のと解明解明しないじゃないですか、同じ、これをね、それさ、なんで今頃思い出してんだよ、言わせる隙を与えなかったんだ先月俺のせいかよ、俺またこ今日回ってきたらまたそれ違うの第2弾言うから、俺にはじいさんがあるんだだからじいさんだぞ、半ズボン、ほら見ろ、これセクシーだろこの野郎ちょっと待って、コメント来てる、コメント来てる、おめでとうございます、来てる、あ、ありがとうございます、花岡ずったさん懐かしい、花岡ずった、誰だっけ、花岡ずった、川口さん、サブスク登録いただいて、うわ、川口さんって、はい、に見えない、川口さん、誰の、はい、川口さん、誰の川口さん、誰の川口さん、福井県の川口さん、あんな洒落たまね、こっちの、本当だ、こっちのおっさんにはこう意味が分かんない、あれ、ね、色が違うの、あれこれね、あれでも川口さん多分これ、これの、はい、月額で、あーカモン、お金なめせ、会員登録していただいて、本当なのカモンカモンだね、ちょっとあなた読みなさい、あなたちょっと読みなさい、あなたそれもカモンばっかり言ってんじゃない、はい、いや僕にだって来てないよ、みんなほら、はい、スピリッツ、あそうだね、俺らにちょっとパイセンって書いてある、山崎パイセン、知らなかったけど、パイセン36歳おめでとうございます、ほらそうでしょ、コウジさん、はい、みんな年齢分かってるわけさ、63歳36歳、そこはあんまりこだわりたい、そこのそこ精神年齢はいい、それさ、若返りたい、若い年、自分の言うの嫌なの、じゃ精神年齢と、うん、精神年齢はもうちょっと低いでしょ、精神年齢、知能、そっちは知能は高いね、金数え勘定うまいもんな、計算特に足す方がうまいんだ、ね、あ、火つけちゃったね、僕に火つけちゃったね、あのさ、ホットドッグ選びの前あるからさ、ギター弾かってさ、はい、いらっしゃいませ、ロカビリでいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、歌っちゃってんだよ、帰るのホットドッグ屋で、さよなら、その人ではまた次回、ソロワン始めた、おいえー、だけどなんだかんだ言ってね、本当にですね、今日はですね、スペシャルゲストをお招きしておりますので、あの前回はね、ちょっとメンバーが足りなかったから、うん、できなかったんですよ、あ、俺ね、そうなんよ、すいません、何やってたの、え、家でなんか草刈りやってましたよ草刈り、せめて俺らの見とけよ、そうだよ、それは見てみとけよ、見ましたよ、見ました、どう、客観的に見てどうだった、僕だってちゃんとコメント見てたもん、見てたもん、あれ、俺がうるさいよ、
え、いや、見たよ。だけど、サトピーいないのに、俺のがうるさいように。いやいやいや、そんなことない。俺と、いや、俺とヤムちゃんがうるさいってこと。でも、もうめちゃくちゃ笑ってるし、二人とも面白かった。ずーっと俺も笑いざるを得ないんだよ、先輩たちがそんなことやってるから。ロックノールで、マジでおかしいから。ちょっと、ガチでおかしすぎた。今日もう一人、ほら。あ、そうですよ。ちゃんと言って。あれは、アリサが、コメントにもなんか来てるんですけど、アリサ、今日ね、本業の方がちょっと、本業、本当だ。何やねん、アリサちゃん。本業何？介護の。あ、そうですよね。本業、本当の本業ですよね。そうです。どうするんですか、本業聞いちゃって。ちょっと人にはいないんですけど、どうなって仕事してたら。どうするんですか。うちの奥さんもね、うちの奥さんも介護なんです。あ、そうなんですか。介護士なんですよ。すごい。エリさんだって大事も介護されるじゃん。だから将来、俺のことを介護する目的で介護して。ちょっと待って。本当の話。なるほど。介護士の大変さはすごいだから聞かされてるんで。うちの居酒屋みてえだな、この顔は。居酒屋は今話したいんだから。今話したいんだから。何話してんの。ここに言いなさい。うちの嫁がって、うちの姉はスーパーでレジ売ってますけど、今頼むよ、頼むよ、もうちょっと空気読んでくれよ、山ちゃん。身内の仕事の話じゃない。違うんだろ。身内の仕事の話だよ。有田さんの話だよ。明日どうなんだよ。うちの兄貴は月曜やね、このまま。どういう日だよ、月曜。ホットドッグ屋行った。当たり前だろ。名古屋で。みんなこれ見てるんだよ。ちょっと待って、見てるぞ。俺ね、車ってこの言葉にすごいビリビリ。ここであるとこれでカモフラージュできてるって。これでカモフラージュできて。そうだから動かないで置いて、動かないで動かないで。みんな見てんじゃない。あんなにトラック壁になってっから。いいよ。ありがとうございます。トラックさん、ありがとう。動くんじゃねえぞ。ありがとう。あ、トラックのおっちゃん見てる見てる。ほら、ありがとう。はい、テレビつけろよ。ほら、運転席のテレビ。ほら、テレビじゃないから。テレビじゃない。それ今理解してる。 YouTube だから。あ、いっちゃったよ。携帯、あのトラックは YouTube 見ながら運転してる。間違いない。俺さ、今ちょっと急に思い出した。どうした？梅雨空のあの話どうなったの？誰も言ってない。誰も。だっていきなりだって13時金曜日だけど。何よ。なんで梅雨空から13時金曜日。だから梅雨空をその吹き飛ばす、梅雨、この梅雨のジメジメした嫌な気分を吹き飛ばすためには皆さん何やってますか？綺麗。急にお題今決めたの。浮かんだ。取ってつけた。やめなさい。そういうこと言うのは。だから草むしりで、俺草むしりで。うまい。でもね、うまい転がし方が。そうの話の転がしいいよ、なかなか。で、それでちゃんと後落として転がしたから。草むしりをしたって、すっきりとした綺麗なお庭になってる。そして気分が良くなる。だから雨はどうする？だから雨ドラマ気分は良くないけど、私の庭は綺麗になったから私の気分良くなる。ね。だ、すっきりとしてる。うん、いい感じじゃないですか。あとほら、俺なんか少しわかるよ。わかるよ。部屋を掃除した時に、そう、綺麗になるとすごい。それ拾っちゃったの。拾っちゃったって拾ったらいいだろ。だからほら、監督、いや監督、もうちょっと指揮しろよ、俺らのことを。俺らどこ行っちゃうか分かんねえんだから。だってもう糸が切れたタコなんだぞ。そのために監督、まともな、まともなね、精神年齢が。あんなこと言ったけど、精神年齢、子供のチームと大人のチーム。俺の話聞きましょうよ、ゲストに。子供入ってるよ。あんたらあんた入ってるよ。子供どこで。ごめんね、ごめんね。ゲストほったらかしたんじゃないよ。ゲストが一番大人だよ。皆様、皆様、たまには読んでやってよ、店長。
はい、本業のお笑いが始まったっていう。笑ってないです、笑ってない。報道番組、ユーチューブの仕事をずっと紹介してたら時間なくなっちゃう。はい、何の、うん、時間なくなっちゃう。それ偉いこっちゃ。俺今日珍しくこの番組では珍しく時計してるからね。今日は今日1時間で終わりです。もう本当すでにもう16分かかった。あと何分？16分。はい、あと15分。あと45分で終わり。本当に。いや今日アフタートークはね、俺ね任せたと思う。45分あと。はい。はい、行ってみよう。45分だ。パンめき、パンめき、はいはい、押して、押して、巻き、巻き巻きで、巻きで、押して、巻い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 て、聞いたことないわ。ね、山ちゃんもそこでドゥーアップ入っとかなきゃだよ。ケイト巻き、ケイトは。あ、イートは違うじゃん。イート巻き巻き、イート巻き巻き。歌いは違ったもん。あ、違う、全然入らない。イート巻き巻き。何、誰拾っちゃってんの。監督ちょっと拾って、いるだろう。ごめんやったよ、ね、いや本当ごめんなさい。この声しやがって。ハンカスよ、ハンカス。ハンカス。ほろかわなんだよ。ほらビリーさん、やめろ。ゲストになんか話しづらないだよ。司会者、司会者がもろだけだから。俺司会者、すごいよ。ビリーもろだしでしょ。あんたでしょ。それはそれは発表。どうですか最近。どうですか最近。なんだそれ。知恵に対して、知恵に対してとか、うん、まあまあ何でもいいよ。まともに答えないほうがいいですよ、基本的に。好きなこと言えば。最近どうですか。最近そうですね、遠征がちょっと前にあったんで。遠征、はい、どこ。名古屋じゃなくて、違う浜松。あ、いいじゃない。浜松に。この間告知した角度ですね。そうです、そうです。浜松、マリゲリータ。マルガリータ。マルガリータ。カクガリータ。バイク関係のイベントのライブ。バイク関係のライブ。なんでそんな怖い顔するの。バイク関係のライブ。あれは、わかった。木下サーカスなの。あら、網の中で、うわーなんてやつだ。あれすごいよね。あれ、ドニーちゃんやってんの。あれ、やってないよ。あれか、パントラ。パントラ。あなたね、日本人じゃないからってね、何でも言っていいことじゃないんだから、大事にしなさいよ、後輩は。いやいや、でもジョニーバンド、ライブでバイクでやって。いいの、面白かった。あなたはね、ずっと俺拾ってあげたいんだけど、やっぱゲスト立てなきゃいけないから。今日はね。だってもう、相当お怒りだよ。いや、拾ったよ、ゲストもね。弁天島のロッケンローラさん、ユースケさん。あ、この間、お世話になりました。オーガナイザー。オーガナイザーの方です。今日もリーゼント、ユースケくん。そうですね、ユウスケ君、今日もリーゼント。ユウスケ、前までもね、リーゼントっていうよりはちょっとモヒカンっぽいよね。そうなんですよ、横自分寝ないんで、横がないとリーゼントって言わないっていうぐらいのね。そう、横の流れ。え、でも後ろ殴ってるのってリーゼントじゃない。どれ。あ、でもサイドからこう流して合流させるのリーゼントって言いますよね。だから今ね、リーゼントラインね。ほら、来たよ、来たよ、ちょっとうるさいのツッコミ入ったよ。めんどくさいな。ミリさんも刈り上げが。いや、俺もうね、あの、学生でね、散々やったからね、もうちょっと飽きたけ。あんた偉いよね、ずっとやってるね。飽きた。僕はずっとやってるよね。僕、オールバック。いや、ちゃんといつもやってる。山ちゃんだっておしゃれだもん、昔から。でも思ったんですよ、ビリーさん最近リーゼントじゃないですか。ん、最近リーゼント。ねえ、しないよ。え、ちょっと違うんだ。いや、いつもこの番組見てると、あのリーゼントなと思って。え、だって前しか映ってないよ、後ろも映ってないだろ。え、前ない、後ろ。あんたね、ちょっと黙らっしゃい。あんたがどんどん、ごめんね。あの、バッドでちゃんとね、ちょっとね、ちゃんと違うんだから言ってくれ。そしたらほら、監督、監督リーゼントになってんじゃない今日。ずっとですよ、これ。逆に、かわいい。よっしゃ、逆に。かわいいよ。逆にでと。おい、年上の、あ、ほら、あ、ほら。どうだ、だめよ。なんだ、監督、怒ってやれ。監督
ったの、逆に言うよ、ずっとですよこれ、後ろから前に、後ろから前に、そうだった、そう、後ろ合わせてた、後ろ、後ろ、オールフロントだ、あー、やーべー、やーべー、オールバックだって、合ってんじゃないか、なんとか対抗してんの、いやいやいや、オールフロント、オールフロント、何十年もこれですよ、ちょっと待って、ちょっと待って、今日のね、あのカリスマのね、はい、あのジェスさんがね、呆れたい、すいませんジェスさん、ジェスさん本当申し訳ございません。もう帰りたいな顔だもん。ジェスさん来てくれたんで。顔に書いたの。来たなおさんって。俺のカリスマ性失われちゃうこのやつ。カリスマですよ原宿のね。ボスボスボスね。原宿のローランのボスですよ。ね。ありがとうございます。ちょっと読んでよ店長。店長どうしたんだよ店長。もっとゲストさんの弁天島のロッケンローラーのこれ。膨らましてくださいよ、この間のイベントの遠征。膨らましますよ。遠征行ったんですか。で、どうだったんですか。ジョニーパンドラと行って、うん、あのジョニーパンドラの MV 用 の、 あの振り付けをほのかが担当してるんですよ。また新しい曲ももう、はい、おあとあのビスキャッツとかも、うん、MV 専用の振り付けをほのかが、そういうのあるの。そうです、やってる。そういうのできるの。ちょっとどうがいいかな、このおじちゃんにも。ぜひね、ぜひやろうよ。運動神経はリンだもん。なんで、おじちゃんも一緒にやれよ。いや、おじちゃん関係ない、おじちゃん出るわけないよ。俺僕がやってる番組、俺も司会やってるからいいんだもん。なんかたまには役に立ちなさい。たまには役に立つことしなさいよ。ビリーさんのステップもよろしくお願いします。あ、ぜひぜひ。じゃあ今日もじゃあ座ったままやりますか、ステップ。あれやめようよ。でもあなた一番評判良かったよ。いやいや、あなた一番ちゃんとやってんだもん。おかしいよ。バラエティーなんだからこれ実を言えば。じゃあちゃんとやってよ。すいません、本当すいませんでした。本当よ。あれちゃんとやったんですよ。ポケーポケーっとして。でもちゃんとやりましたよ。ペッてやんなきゃダメなの。やってくださいよ。じゃあ報道なの。報道なんだよ。で弁天島ちょっとね、うるさいじゃん今話してんのに。ここから横から何だよ。作ったわ。ごめんなさい、食べちゃった。なんか楽屋みたいに来てますね。ぽいちゃんも。いや、楽屋でしょ。俺が楽屋知ってんねん。俺の楽屋を誰が知ってんねん。お昼はない。あんまり本番っぽくないですよね。本番はだってリハーサルって。変なってこと呼ばないでよ、ゲストがしゃべって。担当番組終わりの司会者の人に、腕前。腕ないもん、俺。ないもん。マルガリータは、素敵なお店で、後ろにね、浜名湖がドーンってあってね、浜名湖って行ったことない、か海で何割か湖みたいな、後ろにちゃんと鳥居があってね、あれが弁天島。おしゃれちゃいいな。ちょっと1週間ずれたかな、ドリガーぐらいで僕らも行って、だから素敵なとこなんですよ。それを今言おうとしてるの、みんな邪魔してるわけです。うなぎ知ってますよ。うなぎ卵焼きの事件で、何それ違う方でやられたんですよ。そうです、実際。はい、その前回この間行った時の前の時の多分主催者の方が多分同じ、あ、そうですか、主催の方で、そう、あそこのその方の時もね、周りは女性陣が多い、あんまり邪魔しない、そうね、そうで、そこの主催の方はね、あの今度ね、アメリカングラスの映画をあえて今8月に浜松で上映するの。あ、すごいな。そこ一発ちょっとトークしてやろうかなと。呼ばれたの？呼ばれてないの行かない方がいいよ。勝手に決めちゃダメだろ。なんでも自分が思う通りってことは大間違いだろ。言ったら呼ばれるんじゃねえかなって。いやいや、俺は逆効果だと思う。もっと謙虚にならなさい。大丈夫だ。呼ばれてるから言ってるでしょ。なんだ、面白くないじゃないか。俺も誘えよ。そんなずずしいわけないじゃないですか。でもいろんなイベント言ってる。いやらしい、ないからず。俺まだね、ホットドッグ屋の前で歌うだってみたいんだよな。金取られちゃうの。歌うと取られるんだ。取られちゃうんだ。しょうがない。歌うでしょ。歌ってしょうがない。自分で歌った時は何？客寄せパンダ。それは当然。まあしょうがないね。
これは仕方ないね。それではでもそろそろじゃ準備に入ります。お、今日はでもすごいね、もう店長仕切ってるちゃんと。いや7時45分で終わるって多分このままだとあのセッションが多分、はい、ないよ7時50分ないよ。だってもうあんだけリハーサルしたら十分じゃん。もう着替えてる、着替えてる、着替えてる、もう左でも最後じゃないのあれって。え、だから最後だってもうこれが終わり当たり前でしょ。いやいや、セッションしてまたねダンスもやっていただくんで、大したね、はい、その後にまたそれの皆さんで感想もほら、うん、言わないといけないよね。別に、うん、よかったぐらいしか、はい、8時言うのもあまりにもゲストさんにちょっとさすがったね。だって分かってくれよ。今月来月最初から先だけではさ、後輩もう少し面倒見るみたいなこと言っちゃうとさ、一番冷たいじゃん。そんなことないよ、面倒見るよ。やりますよ、面倒見るよ。何何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 このスタジオがライブ会場に変わるという。おー、マジっすか。ですよ。あんたぼっとしてないと。前回チケットが当たったという手塚さんですね。あー、はい、下田イベントチケットプレゼントしていただいて、そうだそうだ、ありがとうございましたって。かなり二人きりの旅となりちょっと緊張しましたが、楽しい時間を過ごすことができまして、うん、やった、はい、思い出深い旅行となりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。いやいや、こちらこそおめでとうございます。いや、ヤメちゃんそれはいいね。このぐらいで大丈夫かな。さあ、それということでございましてですね、今日はですね、もう今本当にもうツイッターから何から大活躍だよね。じゃあグッドスピリッツの皆さん頑張ってます。もうこの令和の日本のロックンロール界を担うダンスユニットっていうの、ダンスチーム、ダンスチームですね、ね、はい、ダンスチーム、ね、まあそんな彼らをですね、昔はね、結構いたんだよ、昔は。いたね、チェリーボーイズのね、自衛隊のダンスチームのね、パワーボーイズ、ね、パワーボーイズ、パワーボーイだったね。よく知ってるわ、パワーボーイズは。パワーボーイズがこれクールですもんね、自衛隊は。ホットソックスホットソックスっていうね、パワーボーイズ、パワーボーイズはね、かっこよかった。あれなんか音が違う。ということでですね、これからのサウンドを合わせするだけで多分20分かかっちゃう。いやー、本当ね、せっかく2人がね、ゆうすけさんたちが立ち上がってくれたにもかかわらず、曲に入るまであとね20分かかる。全然やらない曲まで今やってるんでしょ。でこういうのは上手にできるんだけども、ポンちゃんの曲違う曲、違う曲。じゃあ今日は特別に、2曲、はい、まずはサトピー、ロカビリブギ。今日は、いつもエロビリブギとか言うけど、今日は真面目に、今日はダンスが、ね、今日はね、僕らね、後ろにカラオケだから。カラオケね、カラオケ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 じゃなくて歌うじゃん。カラオケ、そうか、バイクグランドミュージック、 BGM、 バイクグランドミュージックということでございましてですね、ロカビリ天国初のですね、ダンスチームとのコラボ、コラボ、おいやー、まずはですね、やってみよう。もともとはジョニー・バーネットだけども、ロバート・ゴードンのバージョンでお届けしましょう。ロカビリーブギー、ワン・ツー・スリー・フォー。ウォI'm gonna make it up.
45年やったけど、ダンサーの人ね、この近くやったの初めて。ものすごい風圧。俺ね、ブレスできないんだよ、風圧で真空状態になって。そんなにですか。すごい、本当。いや、ジェット気流みたいな感じ。顔こっちに行っちゃってる顔が。いや、本当にね、すごい。本当だよ、俺嘘なんか言ってないよって吹いたの。吹いてくれ。あ、出た出たでもね、本当にね、すごいすごいスピードだね、これ、ね、喧嘩ごまかと思ったよね、今ね。いい宇宙ゴマだ、宇宙ゴマ、よ、宇宙ゴマだ、懐かしいね、そんな恥ずかしい、え、それ地球ゴマですよ、ちょっと地球ゴマ、宇宙ゴマ、何言ってんだよ、間違えんだよ、ねえ、じゃあもう一曲、いやいやいや、お父さんどうしたの、お父さん、何やってんの、お父さん、もう違うから。そんなね、余計なのね、時間ないからやめて。はい、じゃあもう一曲は、もうまさにさっき山ちゃんが言ったけど、アメリカングラフィティの、ね、うん、1曲目だね、お前が。やった。もう本当に。だエルビス・プレスリーが、まあ、ザ・ツ・オーライトで、ロカビリ具現化する前に、すでに、ビル・ヘイリーは一応黒人と白人の音楽を融合したんだけれども、まあ、それでね、ビル・ヘイリーの、これやろうかな。2人をフューチャーして。いいね。One, two, three.
あのこのロックランドクロックって曲をね、これ1954年か、うん、でなんだかんだ言って、68年前にできた曲をこのアメリカでできた曲でしょ、これ日本でね、うん、この2022年にここでこうやるってことを当時ビル・ヘイリー思いもしなかったよね、割り込んでも日本人がはい、ねえ、はい、Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear Yahweh、 俺か、すみません、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear Yahweh、カメラに見えるところに一回ケーキを、はい、しかしまあ本当にでも今いいコーラスだったね、こんなのいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ご観覧のお客様から、マジですか、そうなの、すいませんこれをいただいてました、今日ね超満員、お客さん超満員ですよ300人400人、すいません、ありがとうございます。これはあのケーキはあの急遽あのグッドスピリッツさんからいただきました。すいません、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。なんでもお返しが大変だ。倍返し倍返し。あ、じゃあ一回お預かりします。食べるものばっかじゃない。ありがとうございます。確かにさ、こんもり太らせてもらいます。今日生地がね、生地が足んなかったんだよこれ。これ下がそう、生地が足んなかった。上から作ってった。コウジさん、おめでとうございます。スーパーチャットが。はい。ああ、山崎見て。いやー、すげえ。具体的に金額まで出るんじゃん。いや、いやらしいな。ありがとうございます。いや、本当おめでとうございますと同時に、今のでもこのセッションいいね。いいですね。いや、冗談抜きでね、やっぱりね、すごいね。いやいやいや。なんだろう、ダンスにかけてるっていうね、情熱がね、すごいわ。で、感想のところは自分らはけてくれんのね。そう。僕らに気使って。うん。ろくな、ろくな。そうですね。本当よ。サトピー、リハーサルのが良かったよ。本当、本当。音はね、出なかったの。でもこれ監督のアンプだよ。リハーサル音が出たんだけど、なんか設定がおかしくなっちゃったの。機材のせいにしちゃダメだよ、ね。でも本当にリハ良かったよ。また良かったよ。何花岡さんから。ほら、花岡ずっとさん。そんなこと言ったら失礼だよ。だって1000円だよ、1000円。いやいや、ありがとうございます。あれ、こういうの可愛いじゃない。宮崎県の方です。あ、そうなの、はい、宮崎行ったらマンゴーだよ。2人の知り合いだよ。マンゴー。言わなきゃいないんだよ。投げ銭が入ってますね。やばいな、こういうのやろうよ。なんでここにやんないのよ。じゃあ、もう一曲やろうぜ。あ、ライブやったから。どういう問題でもないから、もう一曲やるよ。あなたさ、早く帰るって言って何言ってんだよ。これ最後の曲だもん。知らないな、リハもやってないの。できるから。できる、できる、できる、できる。あなたもずっとプロでやってるんだから、やんなさい。できる、できる。じゃあね、ブルースエドシューズだったっけ、はい、これ大体踊れるの。ブルースエドシューズが大体踊ったって。わ、マジで、もう。難しいコードだな。どっち行く？ジョニー・ビグトとブルース・エドシューズ。あ、じゃあこっちが。いい。どっちがいい？ブルース・エドかジョニー・ビグトか。あ、どっちがいいかな。どっちでもいいよ。何ですね、偉そうに。何ですね、上から来たら今。ジョニー・ビグトでしょ。ジョニー・ビグト。人一番ミュージシャン、ほら。コード知ってるモンスターの曲だったら。そうね。ジョニー・ビグトはさっきやったし。やーおー。やーおー。知ってる知ってる。じゃあ、ジョニー・ビグトやる？はい。やってみよう。ジョニー・パンドラさんのために。あれ？ジョニーのために。バイクのこう。ブルース・エドシューズ8ビートで入れるのもすごいよね。そのままでいくっていう。あ、そうよね、それもいいじゃん。キーは同じ A だから。
じゃあ歌さえ、だから歌さえ一緒に変えてもいいよ。変えちゃう変えちゃう、うん、ビートは8のまま。え、またホタテのホタテのロックソウルとか変えちゃうじゃないよ。やめろよ、もう俺大丈夫だよ、やめてくれよ。OK、ジョニー・ビーグ。冷戦だって今度。ねえ、お金さお金ください、お金。で、さっきさ500円じゃん、1000円じゃん、2000円。もう一曲やろう。クロミは二曲分、二曲分やったら二曲分、あ、三曲分。だから、またこのロックの上だ。これが本当の投げ銭ライブで。投げ銭ライブ、投げ銭ライブ。これが投げ銭ライブ。みんなのギャラになるもんね。やばいやばい。どうだった今二人、まあ、はちゃめちゃな演奏だったけど、楽しかったでしょ。あのどんどん曲が変わる感じが面白かった、うん、あれはもう決めてなくてもうこうフリーみたいなのもあるんですか、ああいう時は。
あ、でもとっさにジャイブでやる、バップにする、ツイストにするみたいな。それ目で、目で、目で合う、合うの俺が海みたいじゃね、ね、俺らと一緒じゃない、無視してる、この兄弟だから、兄弟、ね、そうか、バディ、イエーイこっちは本当に兄弟、タツキブラザーズ。でもさ、今後さ、今どんどんツイッターとかいろんなところでさ、はい、もう活動内容がこうアップされてんじゃない？もうこれから先いろいろどういう風にやってきた夢とかあるの？このまんまですか？うん、海外で踊りたいとかさ、はい、海外行きたいですね。どこどこ、例えばどこ？やっぱりオルディーズが好きなんで、うんうん、あのオルディーズがざっくりなんですけど、ちょ海外全く分かんないんで、ざっくりなんですけど、アメリカにまず。うん、一回ボケてほしかったな。真面目だからね。やり直す気だ。今絶対旬はインドネシアとか言ってほしい。今ナマズ養殖しますとか言ってあなたぐらい生きなきゃダメなの。いやいや、マジですよ、インドネシアロカビリめちゃくちゃすごいですよ。本当？そうだ、昔の映像すごいよな。インドネシアでしょ。うちインドネシアのバリから洋服撮ってますもん。あのほらなんだっけ、インペリアルスポーツウェアか、戻して、いや、ほんとほんと、ロカビリージャケットとかね、そこまで来たら、俺帰んなきゃいけないんだよ。いろいろまだ残ってる。アメリカはどちらダメだろ、それ。なんでアメリカは、あ、もうざっくりでアメリカ、ざっくりアメリカ。でも俺アメリカ今さ、ビバラスベガスとかあるじゃん。ありますね、あのイベントね。あれのダンスコンテスト出たり。あ、お出ればいいね。ビバラス全然出れるし、全然優勝できるわ。バップの方で出たいです、自分は。それじゃあ、どうも違うの？なんかあるらしいですよ、バップだったり、そのペアダンス、ジャイブだったりっていうふうに。さっきバップのコンテストもあるんだ。それでなんかバップの方で出たり、ジャイブももちろんですけど。ストロールもあるの？ストロールもやってる映像をもらいましたね。ストロールとかストロールだけのみたいなのかな。だけじゃない、ストロールはストロールだけだけ、うん、バップはバップだけ。トータルで得点って違うのかね。そうそう、片付けろ言うたら。はい、吉野さん、またナイスパいただきました。見てほら、ありがとうございます。黒蜜ソーダさんは2回目。あれなんだ、あれ、ヤッコーだよ、ヤッコー、ヤッコーだよ。はい、海外は九州ですか。ありがとうございます。すごい、ほらインドネシア来ちゃったよ。インドネシア、インドネシア、暑いね、今暑いのよ。インドネシアから来ちゃったよ。別府？別府なに？ハルさんですね、九州別府の。すごいな。これはリアル友というか、やっぱりこうネット上の。一昨年に熊本のイベントにゲストで呼んでもらって、あ、そう、エイビスのシャツだ、エイビスのシャツ。その帰りにエイビスのシャツ着てるよ、エイビスのシャツ着てる。そこまでこう駆けつけて、あれギターのためにギターのシャツをネットで知り合ってから、ずっと応援してくれてて、4900円のやつ、リアルでその時にお会いして。なるほど。でもそういうの嬉しいですよね。いや、嬉しいですね。あのネットでこうやりとりしてたら、生ともにああみたいなね、やっと会えた。そういう人が今投げてくれてるんですって、はい、今ね、いい話してる時にね、サトピーに話しかけられたから全然聞いてなかった。あんたね、林家ペンさんじゃないんだから。あ、そういう時はあの店長、うーってこう3人アップ、3人アップ、こっち気にしててだ、気にしててください。ピーです、本当に。ねえ、もう気にしててください。なんかちょっとそれ寂しいかも。だって完璧サトピーの拾ってんだもん、うちの大将が。そうね、そうね、だっていつも隣にいないもん。はい、そう、いつもいないから。ピーさん、ほらまたどんどん、ほらどう、開き具合、また今日の何プレゼント？プレゼントです。うん、今日何をプレゼント？前回あのグッドスピリッツさんから、うん、あの3本コームとあとステッカーを、はい、なので5名当たります。すごい。はい、じゃあ上からやっていけないの？5人、3、4、5人ずつ？いや、その中から 5名です。あ、そう、そういうことか。はい、今日みんな立っちゃうよ。一番上にしよう。一番上にしよう。この中から5名って何？この中から、はい、30名近く応募があったので。すごい、さすが。俺らやったって2人も来なかったよ。3人は1人かもしれない。だからちょっと冷静な考えてみたら、今日これってさ、前回も今日も他力本が、人のふんどしで積もっとる。いやいや、だってゲストだからいいんだ。どうなんだろう、それをジェスさんに見られてると恥ずかしくないあのね、これはね、あのでもこれはもう応募した人だから、もう前の放送見た人ですよね。今日の社長のね、これね、あれなんですよ、策略。
あちょっとほら感覚が多い人を進めよう、進めましょう、進めましょう、僕らいっぱい進めましょう、進めましょう、恥ずかしい、みっともね、巻き上げます、先に巻き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 引いて引いてトントントン、これで僕らにとってゲストを入れなければ巻きでお願いします、やりなくてけない数字取れないから、でも俺らじゃ浮かれてる場合じゃないよね、でもホタテの中にいやいやいや、テストも入れてるやつ絶対ダメだよね、それなんで気づいたのに言ってくれなかったの、もう今気がついたよ、浮かれちゃってた、浮かれちゃってた、行きましょう行きましょう行きましょう、行きましょう、行きましょう、はい、先にじゃあコームの方から、はい、3名コームは俺、はい、俺1個引いた、俺も1個引いた、もう上がいっちゃう、はい、よしこ、はい、山ちゃん、あ、僕もいいの、コーム3本男、よく選びなさいよ、コーム執行妨害、コーム3本、コーム執行妨害、やめなさい、多すぎてる、はい、じゃあコームから、はい、僕はね、パスファインダー、パスファインダーさん、はい、パスファインダーさん、パスファインダーさん、おめでとうございます、コーム、はい、コーム当たりました、んじかたさん、んじかたさん、はい、あ、逆か、で、たかじんさん、たかじんさん、はい、たかじんさん、はい、んじかた、あ、はい、すいません、そうさ、ねえねえ、頼むよ、閉めてよ、俺らの時はさ、なんか手書きの汚ねえ数字とかさ、これ打ってあるよな、何これ打ってんの、だからこういうことなんだよ、俺今すごい、だから浮かれちゃダメだって、分かった、大丈夫、大丈夫、もう行こう、じゅんさん、あ、じゅんさん、はい、おめでとうございます、髪の毛ありますか、じゃあその3名は分かりやすいように、はい、そんなことないか、じゃあエアーリーゼントってある、じゃあ次はエアーリー、はい、次ステッカーです、ステッカーは何名、2名、はい、監督とヨーク、監督お願いします、監督と、いや監督と、ほのか、ほのかちゃん、ほのかで、ほのか、あれはほのか、ほのかちゃん、ヨーク、これ巻いてみようか、巻いてみようか、これでどうぞ、あれカルタ、カルタ取りみたいな。カルタなんないから。はいはいはい。振り添って。はい。じゃあ監督から。はい。ステッカー。磯上。磯上さん。あ、はい。磯上さんステッカー。おめでとうございます。はい。さっきコメントもいただいてたんで、今も見ていただいてる。ありがとうございます。ありがとう。磯上さん。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。はい。そしてほのかちゃん。拍手、おいおい、どうやってやん、あぶり出し、あぶり出し、いや、あぶり出し、懐かしい、あぶり出しの可能性もあるんですけど、はい、か盛り上がるかなと、あぶり出し、またもう出すね、なんじゃないの、もう入ってないの、もう一枚、はい、それまた入ってたらもうダメだからね、これでバップだよ、あもう一枚、ちょっとね、あぶり出しそんなに作ったの、はい、もう一枚作ると、はい、その中からそれだけ大残念だよ、大残念、本当応募されたんじゃない、これ来た来た来た、ラスタマンヒデさん、はい、ラスタマンヒデさん、おめでとうございます、ツイッターであのメッセージをいただけると、ね、あのちょっと送付先とかそこで連絡させていただきたいなと、すごいよ、こんな応募が来てるんだ、すごい、ほのかちゃん、はい、逆に言えば白紙を選んだ、選んだ、よく言ったね、すごいよ、全部あるよ、はい、逆に今いいの、はいはい、じゃあ、はい、じゃあ店長これも、はい、おめでとうございます、はい、その他にもたくさん応募いただいたんでありがとうございますっていうことで、ありがとうございます、はい、今このゲストのおかげで、どうしようじゃあ5名、この5名の方には、はい、私たちの名刺も一緒に、はい、名刺ですよ、個人情報、はい、直接電話できますよ、直接電話いいの、携帯の番号とか俺も聞いちゃうかな聞いちゃっていい、携帯の番号3人分です、そうだ、ね、え、わお、かわいい、一丁目一丁目、LINE のアドレス教えてもらってもいいですか、 LINE で、はい、こんな感じです、めんなさい、この名刺がすごい、はい、3つ揃うとなんかすごいいいな、あ、もう、ちょっと大チャンネル、やばい、個人情報丸出し、もう家も分かっちゃうかも、いけ、いいなぁ、やばいやばい、それでどうすんの、今度今週の今回のプレゼント、今回のプレゼントは、そりゃあサトピーお願いします。また2ヶ月ぶりですもんね。あなた俺らだ、俺らみんな前回のお詫びですよね。ごめんなさい。また俺って何よ。宣伝の前にプレゼント。どれがいいか迷ってる。宣伝の前にプレゼント。宣伝はしないよね。じゃあこれにしようか。コージさんありがとうございます。これじゃ面白くないもんね。
面白くないしよ。どっちにしようかな。あ、じゃあやっぱ T シャツにしようか。お、T シャツ。そうそうそう。やった。T シャツでーす。これ？これを？はい。こう今日はサイズ L だけど。L だったら色が。これはね、新しいの新作？いや、これはね、実はですね、いろいろ思いがあって、はい、東京オリンピック2020が延期になっちゃったじゃないですか。うん、その時に東京オリンピックを応援するために。作った時で作ったやつ、まあ、まあ、よ簡単に言うと外人さんがいっぱい来るじゃないですか、うん、そうするとお土産的に買っていってもらえるじゃないですか、うん、いっぱい外人さんが来るから、はい、で結局もも来なかったっていうね、あの結果ベイブルーズみたいな、これは原宿ジャックスも入ってますね、はい、1番も、はい、はい、1番これレインボー、その違いは分かんないんだけどレインボーとベイブリッジの違いを聞いて、え、これサトピどっち、これこれレインボーとベイブリッジどっちだの、この橋はどうした、え、これだよ、これ橋東京だから、これレインボーブリッジですよ、ほらそうだよね、ほらそうだよな、そうだから、俺ら合ってた、レインボーブリッジとスカイツリーと富士山って、その、要するに東京タワーの時代は終わったってことね、いやいや、日本の俺ちょっと寂しいっすよね、寂しいな、日本のも俺も東京タワーね、ね、これ東京タワーいや、終わったわけじゃないんだけど、帰っちゃう、帰っちゃうで、これ、まあ、これ今日みんなサイン入り、これ誰誰ミアロック誰誰誰誰誰日本のお土産としてな、東京のお土産でいいかなと思って、まず男が女がはっきりしてほしいよ、これ女ですよ、女なんだ、はい、そうか、女なんだ、金メダルですね、それは金メダルですね、はい、金じゃ女じゃないじゃんねえそういう金じゃないありゃーミニちゃんね、ミニちゃんいいんだね、まあ、じゃあこれを、はい、これを1名様に今回プレゼント、まあ、要するに東京オリンピックを応援する意味で、はい、胸は胸なんですけど、胸も、はい、サインはどうされますか、あ、これサイン入れやすいじゃないですか、いやでも入れない方がいいよ、はい、切れないもん、恥ずかしいもんね、入れちゃうと切れないもん、そうそう、俺もそう思う、うん、俺もいらないもんだって、だからLね、いらないよ、普通いらないよ、だからこれでね、コメントでね、サイン L サイズ、はい、サインコメントでサイン欲しいか欲しくないか書いてもらえばいい、そうですね、欲しくないって書いた方がいいって、切れないから、俺もね、俺だったら書くね、やめてくださいってな、白 L サイズです、あのね、もし着たいなという人がいたら、いや、いいよ、かっこいいよ、それビンさんのシャツ、俺もいっぱいあるな、浅草ロマンス T シャツはもっと大きいサイズはありますかっていうコメントが来てます、 T シャツもっと大きいサイズありますか、どんなサイズも作れますけど、一応今 XL まで XS から XL までお店にあります、ちょっと今実際に原宿にお店に XS から XL まではある、じゃあこうしましょうか、こうしましょうか、はい、応募の希望のサイズを答えるというのはどうですか、おー、だから XL が良ければ XL にするとか、あ、コメントで M が良ければ M にするとか、あ、そしたら Q を持って帰って次回分とはちゃんとそのサイズを持ってくるとか、あ、はい、あ、すごい優しい、サイズを選べるってどうですか、はい、はい、ですか、あ、じゃあここでこうやって選んで、選んで、これからそれで選んでしよう、はい、選んでサイズはないわけで、いや、それは、いや、落ちたね、コメントね、コメントね、いい、それいいな、いいな、うん、はい、うるさいよS か M か XL かとかサイズ選んでもらって、はい、そうですね、コメントでプレゼント希望と同時にサイズも書いていただければ、うん、あ、いいな、はい、それ毎月やろう、これな、オッケーこれ次はシャツがいいな、終わり、はい、終わり、そんな怒んなくたっていいんじゃないですか、ジャックス宣伝になるもんね、ね、宣伝はまだあるけど、これはまだ、はい、じゃあそのプレゼント決まって、じゃあ告知、告知、はい、あれ、今日ゲストのお二人の告知は、あ、いいですか、ありますよ、告知、告知、まずゲストからね、ゲストからね、うん、活動の中で、ステージ丼拾わない、そこ拾わない、活動とか言わないの、拾わないでいいから絶対活動の中で、はい、ステージダンサーっていうのもやっていまして、毎年夏にホテルの方のオールディーズディナーショーのステージダンサーをやっていて、ね、うん、今年もそれがあって、7月ですね、うん、の27、28、29の日に、東武ホテルレバント東京の方にある、あ、レバント東京で、オールディーズディナーショーが開催されます、うん、はい、はい、でその中でステージダンサーを、やることになって、これどういう内容なんですか、それ、もうビュッフェスタイルでお酒飲んで、うん、1日3回ステージがあって、うん、もうみんなで楽しく踊ってコロナ吹き飛ばそうみたいな、それ音自体は、ね、CD かなんかな、あ、じゃないです、もう生バンドです、お、すごいね、それ本格的だね、はい、どっかのグループが来るわけですね、はい、そうです、
で平日なんですけど、まあ、夏休み入ってるんでお子さんも来れますし、うん、あいいね、はい、水国金なんですけどね、うん、じゃあミニちゃんも行くんだよ、ぜひぜひ食べてるもんね、夏休み毎日酒飲んで毎日食事行って楽しみを取ってんですけど、3日間イエーイ。うん、あって、8月15日の月曜日なんですけど、うんうん、こちらね、福島県いわき市の方で、いわき回転やぐら盆踊り大会っていうのが開催されるんです、うんうん、回転やぐらってなんだ、そうです、回るわけです、そうそうやぐらが回るんだ、すごいね、あ、違うまた行くよ、そのままだとバイクまで、ね、それはよくよ、これ OKOK、ね、やっちゃったよ、うん、そうです。で、例年は前日に前夜祭って本祭がある前祭、うん、前夜祭のところでバンド演奏が出たりとかしてたみたいなんですけど、今年はコロナの影響で前夜祭がないんですよ、うんうん、で、盆踊りの当日に盆踊りがスタートするまでの間の時間を使ってまあ、前夜祭でやっていたような内容をやろうということで、その中で、ダンスステージっていうので、向こうから呼んでいただいて、すごいね、はい、人気者だね、で初の福島県なんで、福島県、はい、福島県、俺福島県、あ、そうなんですか、うん、じゃあ実家ぜひお願いします、お願いします、宣伝する、あと社長に言っておく、社長、うん、社長ってね、ブラックキャットです、あ、ブラックキャット言うてやから、あ、そうなんですね、いつかがりはあるが、一人しか盆踊り行ってこいってこと、向こうにね、回転やぐら、回転やぐら、そう、回転やぐら、でもなんか現地の人結構みんな知ってる大きい盆踊りみたいで、ちょっと友達が何人かいるんでね、ぜひ来てくれればな、社長、聞いてる、でもさ、そういうさ、イベントが戻ってきてよかったよね、いや本当にそう、だからそういうところでさ、グッドスピリッツの皆さん踊ってさ、うんうん、もうみんな笑顔にしてほしいよね、頑張りたい、うん、笑うのがね、一番健康にはいいのよ、もちろんです、だからこの番組そういう風にしてるわけあ、そうなんですか、そうだよ、え、今頃分かった、だからさ、そうなんですよ、お笑いが、俺も山ちゃんももうに、うん、もすごい打ち合わせちゃう、今頃分かったですか、この僕たちの真面目な取り組みが表面しか見てないんだよ、皆様に笑顔をっていうのはね、サチスってそうさ、報道番組じゃないの、報道番組なんて言ってないよ一番最初報道番組、あれギャグか、言った、あともう一個だけ、はい、一個だけ、はい、はい、その翌週ぐらい、その週の日曜日ですね、はい、8月21日の日曜日の昼間、これは、うん、昼間に、恵比寿にある恵比寿じゃんけんぽんの方でワンマンライブをやるので、ワンマンライブ、はい、ライブってどういう風にやるの、そう、完全なダンスステージ、ショータイムみたいな、はい、あ、それ、で、ワンステージどのぐらいの長さ、30分から40分、30分から40分踊ったら死んじゃうよ、それってカズヨちゃんのカズヨちゃんの番組と一緒に出るんだって、あ、じゃないです、私たちってステージで、ってことは音はあの BGM、そうですね、俺空いてるよその日これはいいんじゃない、いやちょっと待って、6に日にちもインプットしてないって空いてるじゃない、じゃあいつだ、じゃあいつだ、21?21 どっち持ってかない、ぜひぜひ21、こう終わったら今日練習するよ、ドラム出ると思う、いやいや、じゃんけんぽそんな大きくないから、そうなんです、じゃあこのメンバーで4人でいいんじゃない、だから今の感じでいく、今の感じでやりましょう、山田そうしましょう、邪魔邪魔、じゃあそれ8月21日で昼間なので、お子様連れでも、あ、いいじゃない、大歓迎なんで、グッドスピリッツ、お子様がね、じゃんけんぽん入れないっすよ、このアボードあれとかね、子供のうちから見てくれいいよね、いいのいいの、うん、他の子供たちとちょっと差すぎちゃうね、入るの、はい、カウンターの椅子高いのに驚くんだから足ブラブラしちゃうんだ、あそこらへん回転できるな、あの椅子は、あれね、場所によってはね、プッて言ったらシューッてあれが楽しいのよ、一回もない、あれ子供に座らせたいね、ありますよ、うちの子供たちも遊んでましたでしょ、シューって、ほらあれシューだよ、あれシューだよ、ああやつね、シュー、でもさ、あのグッドスピリッツってさ、こういうお子さんたちからさ、まあ、こう言ったんだけどね、すごい、まあ、僕らみたいな年配の人まで楽しめるステージってのはすごいね、なんかロックンロールとかさ、そのダンスの人たちってさ、ある程度年齢がこう固まっちゃうじゃん、もう今で言えば30代からまあ50代ぐらいまで、もっと上だろう、いや、じゃあ もっと上でじゃあお父さん、ジェスさんね、もっと上だよね、でもジェスさん59だって、もうすぐ還暦ですね、大先輩で、でもジェスさんなんで今日踊らなかったんだろう、本当ですよね、
今でもまた来ちゃうから呼ぶよね。もう一回来ちゃう。だから本当にですね、アットホームな雰囲気で楽しめるですね、グッドスピリッツのステージでございますから、皆様ね。でそれまたツイッターとかいろんなところにまた改めて出るでしょ。詳細はホームページの方で随時載けていくので、うん、また、ないスーパーチャットで黒みそーダさんが頑張ってくださいって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またほらお金が課金だと思った金額が多分さ、この人たちはそんな金額のことが言わない、うるさいねこの前ちょっと俺を入れないで。だって知らなかったもん、金額まで言っちゃってたじゃん、さっきさ言ってないもん。めっちゃ言ってない。でもこれ見れるんですよ、チャットの人たち全部見えてますね。あ、金額も見えちゃって、見えてる。じゃあいいじゃん、610円これね、じゃあいいじゃん。じゃあいいじゃん。でも品型があってね、押すとそれになっちゃうんですよ。自分でなんか数字入れるじゃん。2万ぐらい、2万ぐらい押したいのに、あっと610円になっちゃうの。それしかないんですよ、きっと選ぶの。なんで10円ってあるの ?600 円じゃないの。俺、わかんないんですよ。なんか選ぶんですよね、自分でね、どれかね。なんか手数料的なものを取っちゃうんじゃないの。そういうのもあるの。そういうのもあるの。テンプレート。10円ってあるの。テンプレートがあって、そこを選ぶんですよ、テンプレート。だから管理してるとこがあるからこそ、10円持ってかれちゃうわけでしょ。何真面目だから早く早く ちゃんと告知いいですか、もう告知。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。監督の告知。告知、ようやくお待たせいたしました、映画がようやく、クランクインできることになりまして、でこれクラウドファンディングでやる映画なので、また、新たに告知はしたいと思うんですけれども、キャストも続々と今決まっておりまして、楽しみです。夏クランクイン予定なので、こちらの方でまた、告知をさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。あ、倉科亮さん原作の、映画化でございます。アニメ。アニメじゃないんですよ。ああ、これ原作なんですけど、原作がアニメで、実写版。いよいよですよ。僕と山ちゃんとサトピはどういうやつ。赤い髪がおねぎさんで、やっぱりね、俺あのポーズだと思ったんだよ。俺はあの茶髪で、うん、でサトピ青。俺茶髪の方がいいな。だってツインテールの方が可愛いじゃないですか。いや、俺は茶髪は言ってねえな。そんな真面目に聞いて。俺が茶髪だ。俺は真ん中でいい。やっぱいつも真ん中にいるからしょうがねえな。サトピには茶髪譲れねえ。うん、で真ん中の赤毛のは。いや、そうです。だって俺のキャラこっち。はい、以上でした。イエーイ。じゃあサトピ。サトピー告知。告知ですね。まず今日ね、このシャツが帰ってきたんですけど、帰ってきたっていうのは、今ね、歩いて。動画一回ちょっとさっきの上げてもらう。まず粋なものを持ってきますね。一つは、今マクドナルドの、スパイシーチキンマックナゲットの、CM を小田切城さんがやってまして、6月7日に公開されました。全国放送になりました、うん、そのシャツを、昨日まで高円寺の小杉湯ってことに飾ってたんですね、うん、あのポスターと一緒に。でそれが今日帰ってきて、今日着てきました、うん、つまりこれがあの小田切城が着用した、実際に CM で着用したシャツ。あ、すごい。でなんで着用したシャツ俺が着てるかっていうと、これ俺のなんです。なるほど。私物です。なんだ小田切城。小田切城ってなんで。それは違うんじゃないですか。CM を見てくださいっていうことと、ね、マック食べてください。もう僕の世代にはドストライクでした。まあシャツつながりで、前に言ってたシャツがあとできましたんで。できた。できましたよ。楽しみでした。プレゼントくんの今日。しないわよ。これはしないよ。これね、ほら交流。龍が光るから交流ですね。はい、これを着ると、要するに開運、金運も爆上がりで、うん、もう運が上がっちゃうっていうね、言霊シャツでございます。要するに運がいいことが書いてあるっていうことは運が上がるってことなんですね。つまりでも僕たちはこれ常に運がいいことばっかり喋ってるじゃないですか。だから運が上がるってことと、それを着ちゃうともっと上がっちゃうみたいなね、そういう開運的な、シャツになっております。それをね、もっとすごいのはね、ドレス作っちゃったんですよ。じゃあペアになるじゃん、これペアペアでプレゼントしないよ。はい、こちらね、ドレスでございます。ほのか合わせて大丈夫。ほのか。あ、ほのかね。ほら、俺、ほら。こういう風にあるの。こんな感じで。
で男女ペアルックができます。はい。でドレスはね私が考えました。これはあのデザインも全部考えました。あのヴィンテージではシャツしかないんですけど、ドレスは私がこう考案しまして、見事出来上がりました。で黒ピンクとね、一応ねこちらのね。もう一個ある。もう一個ある。緑。緑いいじゃん。緑。ほのか緑のが似合うかもしれないな、これな。私緑。私緑。じゃあ、あなた、ほら。なんか、さつき緑みたいな。ね、小松緑。いいよね。ねえ。こんな感じになってて。あ、いい、いい感じ。お、写真。写真いいよ。おお。写真撮んだって、山ちゃん。あれ、監督は黙っててダメか。違う。こんな感じで、出来上がりましたね。はい。一応ね、世界初だと思います。はい。いうの金額言わなくて。金額は内緒です。YouTube じゃなくて、ホームページ見てください。そうだね。原宿ジャックス の, あのホームページ見てください。めっちゃかっこいい。はい。でもすごいな、こういうね、素敵なやつはね。そうですね、もう50年代と全く同じ作り方で作ってるんで、バッセンの技術で作ってる。日本のね、有名なバッセン工場で作ってますんで、これはもう。生地がいいね。生地がいいですね。だから50年代のものと本当に柔らかくて。もう本当同じです。おしゃれ、はい。これは世界初です。はい。これはいいと思います。はい。はい、何でも世界初として、いよいよ、はい、あれそれこれか。これ なんでこれ持ってたんだこれ。君失礼じゃないか、その言い方は。これはほら、それ失礼じゃないのか。第2弾が出るから俺やるからいいよ。それも今日も映画もいいよ、やんなくて。ベリーじゃないの。そうやるからいいよ、いいよ。あ、そう、そう。動画なんだっけ。動画ありましたよ。じゃあいいよ。じゃあ一緒にやるわ。じゃあ動画流して、マイクは入ったままになるんで。うん、ああいいね。それ説明してください。すごいね、この会社。ちょっとこの映画のポスターのチラシとね、これの宣伝を兼ねてると思って。これはビデオ。じゃあちょっと一回動画の方。これですよ。おお。あ、送ったんだ、これ。はい。あ、この動画か。はい、そうだ。送ったんだ。これなんだ。そうです。これ今やったじゃん、宣伝。宣伝しましたね。はい。これさ、はい、これはね、これのが綺麗でかっこいいやん。さっきの巻き戻しちゃえ、魔女。ルービーハイっていうね、足利桐生かの、メーカーなんですけど、そこが、バッセン工場で。だってこれ2回目の。足利でしょ。足利のルービーハイですね。そこと、ジャンピンジャックスのコラボネーションで。BBC の横ね。ルービー。そうだ、BBC の横ね。はい、チャイニーズドレスを作ったんですけど、もともとね、これ、ハワイアンドレスのパケムっていうデザインなんですけど、ハワイアンドレスね。ハワイアンドレスの中のチャイニーズデザインなんですよ。だから、本当はハワイアンドレスなんですね。正確に言うと、中国人が着るっていうよりは、ハワイアンドレスとして着るっていう感じなんですね。それに、オリエンタルの柄だから、チャイニーズデザインなんですね。なるほど。という感じでございます。わー、素晴らしい。終わり。これは、なんかまだあるんだってよ。どれ？あれ。あ、荒井健さん。あ、ほら。あ、そうか。荒井健さんのイバボ。忘れてた。来月やるんだ。なんでイバボだってそれは。8月のやつでしょ。来月にしようかと思ったんだけど。来月、それは。一応なんとかずっと7月1日にこれね、詳細を発表するんですよ。7月1日に。うん、で、まだちょっと詳細は言えないんですけど、荒井健さんの7大期のイベントをですね、やるんですけども、8月6日、下北のクラブ Q でやります。で、なんでこれを出してるかっていうと、久しぶりにですね、2年半ぶりぐらいに僕のバンドエロキンズをやります。ここで、ずっとやってなかった。そうなんですね。で、渋川清彦君がね、今話題のね、真犯人フラグの刑事役として、素晴らしい俳優さん、ね、俺大好き。そうそう、清彦はね、あと今、なんだっけ、タクシー飯っていうね、日程だけ違うな、どこ忘れた。タクシー飯の主役を今ドラマやってまして、どれもね、映画俳優からドラマ俳優になったんですよ。うちのエロキンズうちのエロキンズのドラマーの渋川清彦君が、寂しいですか、いいですか、やっていいですよ、次の BGM です。そうですね、その渋川清彦君がドラマーで、ドラマ俳優の清彦君がドラマーで出ますから、はい、ぜひ、いらしてくださいっていうことと、あと他の詳細はまた来月発表しますね。ドアを閉めて終わり。素晴らしい。でも彼はね、
ほらプライベートちょっと会ったことあるけど、うん、清彦そうそうまた今ねいや条件反射なんだよ、ねね、ごめん今ふっと思い出したんだけどさその曲引っかかると今サトピンって音声ゼロになるのそうなの？そうなの。引っかかると、今サトピーが喋ってるの。だって今何だか分かんないよ。俺が作った曲だよ。どう俺が作った曲だよ。まあまあ。これ。うん、また会えたらいいなって。また会えたらいいなって。アウト。いやでもね、あの。本当ね、あの方はね、本当謙虚でね。いや普段ね、すごいオーラ消してんだよ。はい、うん、オーラ消してんだよね。そう、普段はオーラ消してますよ。もうですごい謙虚だよ。いつも僕のバックでずっとドラム叩いてるんですけど、気づかれないんですよ。シムカ謙虚で気づかれないんですよ。ドラム叩いてる。で終わったらシムカ謙虚さんですかって言われる逆に。あのスイッチ入った時の演技すごいよね、やっぱね。スイッチオンとオフ。やっぱ俳優さんはすごいですね。オンとオフが。オフない。オフない。オフない。俺らどっちかってオフのままだ。オフだ。な寝ててもオンだから。はいじゃあ続いて。はい。山ちゃん。はい。ここ。僕はオシャレルってバンドやってるんですけど、女性 の, あのドゥアップグループでやります、はい、でよろしくお願いします。今ねコロナもね、だんだん収まりつつあるんですけどね、まだまだ油断はできないんですけど、ホームグラウンドであります、横浜長者町フライデー、今月12日もう人を襲って、うん、ですよね、はい、お世話になります、よろしくお願いします。そして月に2回やってますんでね、これは平日ですよ、ウェンズデーだから不動産屋さん限定のライブになります。そんなことないですよ、みんな来てくださいね、お仕事帰りに来ていただきたいと思います、今月22日も、巨者町フライデーありますんで、今月はね近場攻めてますんでね、来月からドドドドッと行きますんでね、巨者町フライデー、マスターと一緒に待ってますんでよろしくお願いします。そしてこれがね、あ、その前に1個抜けたかな、どっちが先なのかな、これはね DJ の夜の部なんです。僕ね DJ もなんとかやっちゃってるんですよ。そうだね、 DJ もこれはですね、DJ 牧野雅美さんが、中心に なってましてですね、うん、やるこれはねリズムジャングルっていうイベントで、僕がラテンを回す、渋谷のボールですね、オルガンバーの上ですね、オールナイトです。まあ36歳にはオールナイト厳しいんですけど、ちょっと頑張っていきたいです。これは、ね、金曜日です。24日の金曜日です。よろしくお願いします。はい、そしてこれ金曜日なんですね。もうこれねめちゃめちゃ、今、選定させていただきました、夕方夜から、深夜になりかかるまで、うん、12時ぐらいまでですかね、うん、毎月やってます、第4金曜日蒲田のスタジオオッタンカでもう20年ぐらいやってるんじゃないですかね。これも DJ、昭和コロン、昭和の香りのする音楽をみんなで流しますんでね、これも DJ なんですが、僕が中心になってこれはやらせていただいてますんで、8時かな7時かな、やってますんで皆さん遊びに来てください。蒲田です。いや山ちゃんこれも朝までやるの？これはね、12時までで、調子いいと僕3時までやってるんですけど、その後渋谷に行かなきゃいけないんで、この時は多分12時ぐらいで。その後もあるんですか？ダブルエッダーなんですよこの日。元気ですね。やーば、まだ36歳ですもん。元気もないですよ、めっちゃ元気。はい、では次。はい、これはですね、毎月1回、東京と言いながらも調布の方でお世話になっております。これはね配信、やってますんで、ツイキャスですね、ツイキャスで、配信も飛ばしてます、6月の26日日曜日です。調布の銀座、このオーナーが僕たちラッツ&スターの時に、うん、恵みの人の時に、うん、後ろで、トランペットは桑野さんじゃないですか、うん、でバックでもう一人トランペットとサックスがいて、そのサックス奏者の小川銀次さんがオーナーなので、アンコール調子に乗ると小川ちゃん出てきちゃいますんでね、いいね、楽しみだね。ぜひ、銀次もよろしくお願いいたします。イエーイ、はい、じゃあ次まだあんだ。あ、すいません、これねおしゃれ5っていうアコースティックユニットもおしゃれは組んでましてですね、出雲さん、ギターの出雲さんが、生ギター、生ギターって言わない、生ギター、アコースティックギター、うん、そして私がなんと
ピアニカというか鍵盤ハーモニカですねを吹いて、女性ボーカル3人で5人のユニットでアコースティックで、コンパクトなお店とか、ちょっとやってよっていうところに飛んでいきます。この日はですね、宇都宮の方で、なんて言うんでしたっけ名前、宇都宮のあのね、読めないでしょ漢字がいや本当にそういうのあるよね。バー泉、違うでしょ、じゃない、多分有日っていうところでね、はい、素敵なレストラン、大きいレストランでやるのでね、ぜひ、7月の2日、宇都宮の方来てください。よろしくお願いします。まだあります、まだあります、はい。これはあもうね、そうそうそう、次のこの放送が7月の8日になるんで、7月の3日にもうフライデーがあるんで、3回目の告知になっちゃいますが、長者町フライデー、来月、今月無理だった方はね、日曜日です。7月の3日よろしくお願いいたします。最後、これ最後かな、はい、あのね、これね、7月の8日以降なんですけど、うん、やっぱり宣伝したかったんで、7月の10日にですね、やっ と、3年ぶりになるのかな、Do Up Day っていうのが日本でも、ありまして、7月の12日が Do Up Day なんですけど、その限りなく近い日曜日に毎年やらせていただいてたんですけど、今回で6回目になると思うんですよね。吉祥寺のスターパインズカフェ、あ、いいね、ここで Do Up、日本で頑張って Do Up やってるグループが集まります、うん、お、いいね、これいいな、はい、ぜひ来てください、よろしくお願いいたします。何グループぐらい出るのこれ。4つぐらい出るんじゃないですかね、すごい5つ、すごい、うん、結構出るんですよ。クレイジーサンズ、はい、クレイジーサンズも出ますし、ね、はい、前もここでやってましたよね、毎年ここでやってるんですけど、ね、そうですね、はい、この後7月8月ドドドって入ってるんですけど、もうこの番組次回だ、そう、終わっちゃうんで、7月の8日この番組終わっちゃうんだよもう決まってんだ実は。じゃあ終わっちゃって、衝撃の一言だったね今の。終わっちゃう、分かった分かった分かった、終わっちゃうって、あの不思議な話してるイエーイ。じゃあ最後は私の特集で、はい、原宿にラブミーテンダーというお店が、エルビス専門ショップがあったんですけども、こちらのラブミーテンダーが今度はですね、日本で7月1日に、エルビスの電気映画が公開されるんですね、うん、もうすでにですね、もう予告編だけで凄まじい世界的にですね、うん、もうみんな期待に胸膨らませてる映画、うん、これが公開されるのを記念して、原宿のラブミーテンダーが期間限定で大阪と東京で復活すると、うん、で実は明日からですね、大阪で7月のですね、これは19日まで、6月の11日から、19日まで、で東京は7月の1日から10日まで、うん、で、まあ、なんか開催する場所の大きさが違うんですよ、うん、大阪はちょっと80坪とすごい新橋、心斎橋の大きいんだけど、東京はね、渋谷パルコ3階ね、13坪なの、あら、うん、すごい狭いの、でも狭いなりに楽しいことやろうということで、その渋谷の方は1日店長っていうね、ああ、ボブさん言ってた、うん、アプローチで、ボブおじさんは7月の5日、うん、昨日言ってた、でちなみに僕は7月の2日、うん、で実を言うと、うん、急遽今日決まったのは、え、グッドスピリッツの2人が7月の4日、うん、店長で参加してくれるんですよ、はい、おー、で、本当に俺話にねえな、いや、あんた来てくれんの、めっちゃ暇なのにな、店長、店長冗談抜きで、だからそういう形で、ラブミーテンダーが、まあ、復活するということで、大阪の方はですね、まあ、明日から、うん、連日ですね、ライブと、ちょっと、ダンスのレクチャーみたいなものが入ってて、うん、でもちろんエルビスプレスが中心になってるイベントでございます。ビリーさんも歌うんですか。じゃあ僕も来週ね、司会と歌やってくる、で大阪のミュージシャンとね、大阪のミュージシャン、辰巳由紀さんとか、チャーリー西尾さんとか一緒にね、チャーリー、うん、はい、で次はね、で今言いました、これ日本では7月1日に公開なんですよ。そうですよね、もうエルビスプレスとマネージャーのトム・パーカーとのですね、もう本当に何だろうな、物語、うん、もうかつてね、エルビスの伝記はさまざまな映画があったけれども、すごいよね、すごいよ、まあ、僕実際ちょっと死者を見させていただいちゃったんだけど、あ、見たんですか、もう、ものすごい、あ、もう全部見たの、全部見ちゃった、見ちゃった、だから内容は言えないけどね、ずるいな、もうね、見るにね、見たらね、もう何度でも見に行きたくなる、言ってましたけど、ゆりねちゃんから。
ゆみなちゃんが3日間で見てきました。そうそうそう、そのぐらい凄まじい、うん、で忠実に史実に沿って描かれてるし、で何よりも主役のオースティン・バトラーって俳優がもう本当に素晴らしいね、エルビスを研究しまくって動き似てますよね、そっくりだったね、で歌も本人が歌ってる部分がたくさんあるので、監督も試写会見ちゃった、いや僕予告だけ、もう今予告がいろいろね YouTube でそれこそいっぱい流れてるんだけど、予告だけでみんな興奮してしまうぐらい、でロカビリーが誕生するその瞬間まで描かれてるっていうのはね、あれ秀逸な番組、ああ映画は絶対見ていただきたいと思いますね。でさらにもう一つはですね、まあ、この映画公開もあるっていうことで、これなんですよ。で今、こちらはその昨年の8月に発売して、エルビスのですね、丸ごと一冊エルビスの本なムック本、うん、これが皆様のおかげでですね、もうほぼ売り切れになっちゃった、ジャックスだけ売ってる、そうジャックスに売ってる、新婚には新婚もないって、そうでこれの第2弾が6月の29日に発売になるんですね。で今日情報解禁になったので、Facebook とか僕も上げましたけれども、あの1を超える2でございます。なるほど、うん、あのバックザフューチャーとかもね、みんなほらパート2とかパート3とかあるけど、1を超えるものを作んなきゃいけないわけよ、2は、うん、そうね、アメリカンドラフティングもちょっとね、うん、1の方が良かったからね、そうそう、だから1を超えるものにしなきゃいけないって時にちょうどすごいいいタイミングであったんだよね、2あったんだよね、2ないでしょ、 あったんだよね、あったよ、うん、あったあった、そうそう、まあその話はそれで、だからまあこういったらだけど、まあこのエルビスのムック本は2はね、1をね超えたと自負してます、超えた、はい、だから6月29日もうアマゾンでも買えますので、ぜひとも皆様、エルビス2、皆様ねご購入いただければと思います。僕からの告知も以上でございました。私予約しました、予約しました、予約しました、皆さんありがとうね、なんかとそういうことでですね、まあ本当今日はですね、本当素晴らしいですね、ゲストようやくね、今回はそのダンスとあの演奏がコラボすることができましたけれどもね、あのまたこういう機会があったらぜひともね、はい、じゃあ最後さ、せっかくだからさ曲で終わろうよ、なんか一曲行こうよ、8ビート行こう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 、ほらみんなのコメントを読んでお分かりします、コメント読んでて、俺セッティングしてるからやるよ、お父さん、お父さん、お父さんやるよ、やるよ、やるよ、キーは A でやるよ、キーは A で、じゃコメントその間ね、みんなあれしてる間、本当読んでください。店長よ、何？どっかでロカビリ、ロカビリちゃんありがとう。パルコさんどうも、パルコ待ってる。パルコ映画早く見たいって。佐々木さん。うで、よし。7月4日生まれて、申し訳ない。あったかもしれない。ありがとうございます。あと渋谷パルコ行きま待ってます。ありがとうね。この番組ね、チャンネル大好きだって。この番組はね、触れてくんないのよ。おめでとう。すなまじ、ありがとう。ね、ごめんなさい。ロカビリちゃん待ってね、楽しかった。じゃあ最後ね。
Thank you.